ウクレレのフレットサイドに、マーカーをデコっていきたいと思います。使うのはネイル用のなんかパーツ、こんな感じで貼っていきたいと思います。あまりちっちゃくて扱いづらいので、ガムテープをひっくり返してとりあえず仮置きしてます。ここにマニキュアのトップコートを塗りまして、裏を向けてあるので裏側にまずは5フレットに出すぐらいで重ね塗りをしておきます。12フレットにはこの花柄をつけてみます。トップコートを接着剤代わりに塗りまして、12フレットに置くと、トップコート塗っていきます。多少多めに塗っても乾くと、薄くなるというか目立たなくなるので、ちょっと少し多めに塗ってみました。これで一旦乾かします。2時間ぐらい経ちました。乾いてますね。はい、デコれました。どうでしょう。5フレット、7フレット、12フレットにつけました。他にもですね、レホムの12フレットに、ちょっとした絵柄をつけてみました。フリーにも前からつけてたんですけど、フリーも、サイドマーカーがないので自分でこうやってつけました。皆さんもよかったらどうでしょう。